皆さんこんにちは、岡山アートフィルム、ディレクテッドバイ山翔、ディレクターの山翔です。今回はですね、岡山県出身の、イラストレーターとして活躍する、金安亮さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとこの前にもう一緒にお寿司を食べて、割とお話をさせていただいたら、なんとですね、僕山翔、そして、ヘアメイクの、直人と同じ高校の大先輩ということが発覚しまして、しかも僕に至っては同じ電気科ですよね。びっくりしましたね。いやもう本当に驚きで、まあガチガチの先輩ということなんですけど、今イラストレーターとしてご活躍されてるということで、金安さんと一緒に岡山アートフィルムがもう始まって2年ぐらいになるんですけど、ロゴをずっと同じの使ってて、でそれは僕がラフ画みたいなのを描いて、それをプロの方にお願いして出来上がったロゴを使ってるんですけど、まあ、これから先お食事のお店に行ったりとか、いろんなところでこのロゴがどんどん広まっていくこのタイミングで、ちょっと金安さんのお力をお借りして新しいロゴを作成しようかなと思っております。わかりました。はい、ということで、何卒本日はよろしくお願いいたします。普段の金安さんのその制作工程みたいなのを、まずお伺いしてもいいですか。まあ、もうラフですね、とりあえずアイデアを考えて、はい、まあ、それをなんとなく書いていくっていう感じなんですけど、はい、下書き作って、それを綺麗に仕上げていく、清書して、でそこから色もつけていく。そうそうそう、はい。じゃあとりあえず、はい、今頭の中にあるイメージ、はい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 、とかをどんどん伝えていって、それを形にしてくださるみたいな感じですかね。そんな感じにしましょうか。うわー、どうしようかな。でもまずそのピンク色を基調としたいんですよ。前回のロゴもそうなんですけど、桃の色使いを結構イメージしてて、はい、まあ、基本ピンクと緑、黄緑みたいな、はい、でそこは絶対に入れたくて、はい、でプラスその金安さんの作品を見た時に結構人物画が多いなって思ったんで、はい、なんか僕のこう似顔絵じゃないですけど、はい、そういったところをそれは入れましょう、ぜひ入れていいですか。はい、はい、あと岡山アートフィルム、はい、ディレクテッドバイ山翔は入れていきたいです。わかりました。はい、人物画は顔だけがいいのか全身がいいのかとかありますか。あ、一応岡山のアートの魅力をどんどん見つけていく企画なんで、ちょっとこう発見してる、そうですね、発見してる、ちょっと探してるような表情があればいいので、上をちょっと向いてるとかの横顔っぽいやつでもいいかなと思います。横顔がいいのか正面がいいのかとか、どうしましょうかね。ちょっと僕は一応なんかそのファンの人の中で横顔を褒められることが多いです。あ、そうなんですね、はい、じゃあぜひ横顔してください。発見してる感じですよね。ちょっと見てて、すげえ、なんかレアですね。いやこれラフなんでざっくり描きますよ。今後ろ描けるな、かなかこれ見せるのってないですよね。いや、なさすぎて僕普通に普段通りに描けるかどうかですよね。だって下書きなんて見せないですもんね。下書きも清書してる時も誰にも見せないんで、あ、鶴の恩返しみたいなもんですよ。あ、なるほど、もう出来上がって納品する感じですね、はい、なんかポーズ指さしてるとかこうやってるとかどんなのがいいですかね。これにします。ちょっと見たいですね。いや、うまっ当たり前ですけど、うまっ。これこう微妙な調整が全部こうラフでできるからいいんですよ。すごい便利なんですよ。いや、今のこの時間でこれできてるんですよ。ちょっと腰に手当ててるとか。あ、いいっすね。服はちょっと後で考えますね。はい、ちょっととりあえずこのロンティっぽいやつで。でもロゴをどうしようかな、ね、ここに来るのか、それかまあここにこう来たりするのか、うん、従来のやつが文字がもう全開のやつなんで、岡山アートフィルムみたいな、で、ね、でかかったっすよね、ドーンみたいな感じなんで、桃とかは入れなくていいですか。もうこれは入れたいかもしれないですね。なんかここに何かあってもいいですよね。うん、確かに。で、この辺になんか下か上か、上かな。あ、なんかこっち系もめっちゃおしゃれですね。あえて今までは結構あのブロックだけでしたもん。そうなんですよ、ブロックで、で
字も岡山アートフィルムを省略して岡山っていうのを OKYM でやってたんですけど、あ、そうなんですね。うわ、こっちもいいなぁそもそも岡山って書いてなかったんですね、あれは。そうなんですよ。めっちゃいいぞ、もうすでに。いや、全然まあちょっとラフなんで、例えばでちょっとやってます、今。髪型は結構今の定着してるんですか？そうですね、多分。しかもこの絵で見た時にセットしてるよりこうやって縛ってる方がなんかちょっといい気がします。なんかアートフィルムなんで、まあ食事とか、あとまあデニムとか制服とか、あとは備前焼きとか、なんか岡山のそういうそのゆかりのものを、そうですね、を結構テーマにしてたんですけど、なんかそういうのも入れてもいいかもしれないですね。確かに確かに。デニム岡山城桃みたいな、はい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 、でそれがなんかこうふわふわって広がってて、それをこう見つけに行く山椒みたいな。なるほど。後ろに例えば大きい桃を、あ、ここの後ろに背景にこうバーンみたいな感じで一つのそのロゴというか、これまとまりを、そうですね、出してもいいかな。あ、わかりました。うわ、え、それすごい。あ、そう、これなんか左右対称にこう描けるんですよ。すごいっすよこれ。書いたら、え、すげえ。こういうことっすよね。うわ、マジか、分からん。これでちょっとこう仕上げていく。はい。え、もうこれだ、まあ、ざれかなざっくりなラフなんで、ね、いやいやいや、めっちゃいいな。え、この字体とかってまた別から見つけてくるんですか？あ、でもいいですし、なんかイラストと合わせるときだったら僕手書きで綺麗に描いてるとかもよくしてて、手書き感いい。あ、ほんまですか。こういうかわいい、もっと綺麗に描きますけど、だって1箇所入れません、本人が。あ、ですよね、それがいいと思います。ワンタッチ、じゃあ名前の部分だけ、あ、ここ、ここだけ、はい、何か、僕が、はい、書いてあります、どうします、後で。いや、ちょっと後で書きますちょっと、ちょっと指あったのかな人物に文字が被るパターンもあるんですか？あります、あります。あ、なんかそのパターンもちょっと見たい。あ、まあまあ、めっちゃ便利やな、これすげえ。このもう僕の似顔絵がうますぎて、いや今何入れてもかなりざっくり出来上がっちゃうんですよ、これこのなんかラフな感じもいいし、あ、これでこういうふうに下に、あー、なるほど、いいな。ちょっとかぶってても可愛いですよね、うん、文字が見える程度。そしてここのアートフィルムが下に来てもそのパターンも多分悪くないかなと、うん、うわ、これかっこいい。このこのパターンでもいいですよね。ちょっとちょっとなんか映画というか、うん、ポスターっぽいですよね、うんうん、確かにおしゃれですね。いろんなパターンできるんで、うん、すぐ決めるのは結構むずいっすよね。確かに悩んできますよね、いろいろ見ると、はい、ちょっとどっちかというと なんていうんですかね、ストリート寄りというか、うん、ちょっとこうガツッとしたイメージはこっち で、ね、うん、こっちはすごいなんかこう、うん、ソフトなイメージかな、ね、これめちゃくちゃいいぞ。この辺になんかちょっとこういうモチーフ、はいはいはい、何か岡山ゆかりの飛んでるとか、うん、いいな。でここにサインですよね。あ、そうですね、うん、いやいや悩みますね。悩む、どうしよう。こっちよりこっちの方がしっくりきてますよね、今。ちょっとどうすか。僕の好みはこっちなんですけど、こっちもやっぱ可愛いなと思うんですよね、うん、で結構、まあ、前回の結構ガチガチにブロックっぽかったので、そこを外しても外してもいいかなっていうのもあるっすね。で、もうじゃあ決まりましたね。そうですね、うん、ちょっとそれで清書していきます。じゃあ、うわ、これ面白いっすね思いますか。うん、なんかランページのロゴも作ってほしい合わないんだいや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 、かわいすぎない、あのゴリゴリのグループにい
はどうしよう。普段のサインってどんな感じなんですか。普段が漢字と一緒にしてて、これ中でも消せるんで気楽に入っていくから全然。自分の正吾っていう字と下にも正吾っていう書いて、ここに山翔みたいな書いてます、これだとちょっとサインすぎてあれなんで、山翔だけで行きたい気がする。どうしよう。太さとか大丈夫。これいいっすか。全然好き。あ、はい、はい、いじってくれたらちょっと一人いや、こういうのもいい。うん、かわいい、うん、自分で。漢字パターン、おー、いいっすね。漢字パターンもあるんじゃないですか。でもサイン手書きっぽい方がいいのはやっぱり、うん、意外と難しいぞ。結構味があります。本当だ。急に、うん、矢沢みたいな。確かに。ちょっといかつい。何？筆ペンみたい。うん。うん、うん、かわいい。なんか強弱があっていいですね。うん、線に。すげえ筆圧だ。そうちゃんと、うん、あこういうねこれこれ結構なんか出てますよね。バランスめっちゃいいっすよね。いいでも出そうとしたんですけど出ないっすね。もういやこれ出てるっす。出てるって狙ってできるあれじゃないっすよ。ああそうっすね。なかなか主張が。うん、これっすね。これいいかも、うん、これ使います、うん、こいつにしましょう。OK、はい、お、この名前をね、僕のサイン下に入れたいと思います。ちょっといいっすね、うん、かっこいいっすね。急に味が出ますね、これ、うん、やっぱ1回目だな、これは。狙ってできないっすね、はい、2回目狙ったんですけど、全然ダメでした、うん、じゃあ仮で、はい、まあまあ、この山椒はちょっと主張がエグいんですけど。こういう感じです。これをラフに、はい、ちょっと清書して金谷さんの方で作りますね、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。すげえ完成。一旦お願いできました。ここからちょっといろいろとインタビューさせていただいけたらなと思います、はいはい、お願いします。お願いします。何歳ぐらいからこの絵を描くことが好きになったんですか。まあなんか多分みんな幼稚園とか、はい、入る前から描いてるそんな感じで、うん、同じ感じで多分描き続けてるっていうだけなんですけど、はい、影響を受けたアニメとか、だからその当時だったら本当にドラゴンボールとか流行ってたんで、はいはい、それをみんなで模写したりとか、あ、漫画、そうそう、ま、なんか漫画クラブとか小学校にあったりして、はいはいはい、そういうの入って、はい、描いたりとか、もうその小学生の時とかになんか水彩画で賞を取ったりとか。あ、ないんですか。全然全然。え、でもその時からやっぱ上手いは上手かったんじゃないですか。いや、なんかこう鉛筆で描いたりとかは、はい、多分そこそこ上手かったんですけど、はい、絵の具とか使うと途端にすげえ下手になって、なんか分かります。ちょっと分かります。むずいじゃないですか、はい、でああいうので賞を取るのってまた全然違うタイプの人で、ね、全然だからそういう日の目は全く浴びなかったですね。あ、じゃあほんまに友達と自由帳に落書きしてて、うん、本当にそんな感じ。力うまいぐらいの。そう、本当にそんな感じ。じゃあそれがどんどんこう書いていって、うん、それがお仕事になったって感じですかね。そうですね。それ今のこの
まあ、スタイルになったなんかタイミングとかあったんですか。自分でもそこはっきりちょっと分かんなくて、はいはいはい、まあなんかデザインとかアートとか音楽とか、はい、まあ高校くらいから大好きだったんで、うん、そういう本とかいろいろ見てる中で、はい、多分どんどん知らず知らずのうちにいろいろ影響を受けてなったのかなと思うんですけど、こうやって活動されてる中で目標みたいなのも、目標も特にないんですよアーティストっていうあれが思ってないんで自分で。ああ、なるほど。個展とかやりたいっていう気持ちもなくて。そうなんですよ。でも言われません？なんかやりたい、なんか言われたら、なんか知り合いとかに言われて何回かやったことあるんですけど、本当にそれ数えるぐらいで、自分からやったことは一回もなくて。あ、そうなんですね。そうなんですね。ちょっとね、まあ、完全な裏側でちょっと喋ってたことなんですけど、はい、アートフィルムのこの企画で、はい、まあ、いつかこうイベントとかを打ちたいなみたいな気持ちがあって、はい、でもともと僕もダンスやってて、はい、その唯一人前に出れるのがなんかそういうダンスイベントとかでしかなかったんですよ、はいはい、やっぱりダンス頑張ってる子たちもそういうところにまず出る機会も、はい、ない子たちって多分すごくいっぱいいると思って、うん、なんかそういう人たちとか、まあ、アーティスト、他のアーティストの方もそうですけど、なんかそういう人が一堂に会するようななんかイベントをちょっとやりたいなっていうのが僕の、まあ、岡山アートフィルムの夢でもあるんですけど、はいはい、なんかそういうタイミングがあればぜひなんか一緒にもう一つ何か手を組んで、はいはい、なんか出したりとか岡山アートフィルムの好きな人たちが触れられるような、うん、場所を作りたいなと思うんですけど。なるほど、ぜひお声掛けください。いいんですか、はい、断らないですか、大丈夫ですか気分じゃないです大丈夫ですか、はい、いや嬉しいですね、はい、僕らがやってるもののなんか空気感とめちゃくちゃイラストがなんかマッチしてる感じがして、なんかこれをもっと広めていって、まあ大きなものにはしたいなってあるんですけど、そこまでこうビッグドリームな感じじゃなくて、より身近に皆さんがなんか僕らが岡山出身だっていうこととなんかそういうアートっていう部分を感じていただけたらなと思っております。ぜひぜひ、はい、その時はぜひよろしくお願いいたします。リリースイベント僕ら CD 作った時に、はい、ハイタッチ会みたいなものをさせていただいてまして、はいはいはい、その時に全然金谷さんとコラボするって言ってなかったんですけど、はい、ランページのファンの子が T シャツを着てて、はいはい、でパッて見たら金谷さんのイラストが入って、でなんかその子が岡山出身のみたいな、はいはいはい、イラストレーターの人の T シャツですみたいな、で僕はあーってなったんですけど言えないじゃないですかだからあ皆さんのやつだってなってやられたんですけど、なんか T シャツ、はい、岡山弁の T シャツをなんか去年からですが、こういうパッケージに、岡山アクセント T シャツですね。知らない人からしたら意味が分かんない。確かにね、コネンコメ意味が分かんない。これね、すごいこんなちっちゃいそうですね、これは、はい、すげえ、こっちが、あ、こっちはあれですね、応援。そう、応援ダメだ、応援はダメってことですね、うん、めちゃくちゃ可愛い。あ、ありがとうございます。しかも、なんか英訳で、あ、そうですね、全部英訳が、これはハウスモールって書いてますね。これもデザインされたということで。あ、そうですね、はい、いいですね。ポーチとか、はい、アクリルキーホルダーとか、はいはいはい、いっぱいある。え、キーホルダーもあるんですね。キーホルダーもありますね。なかなか癖のある岡山弁が。そうそう、はい、岡山出身でもわかんないようなコテコテですね。あ、デイレーダーわかりますか。わかります。うん。弱者やなんかすげえなっていうことです。そうそうそう。はい。あ、これね、パフェ見て。はいはい。パフェがでかい。はい。デイレーでけえがっていう感じです。うん、そうそうそう。めちゃくちゃ可愛い。こんなんだって何個あってもいいですからね。さっきのロゴを使って、うん、こういうのもできたらいいな。そうですよね。はい。この先の話ですけど、ね、ということで。本題は岡山アートフィルムの新ロゴですので、はいはい、ちょっとタイミング見て、はいはい、お披露目もまた教えてください、はい、したいと思うので、はい、まあ、今日はまず第1回目として、はい、金谷さんのパーソナルな、部分と、まあ、本当にこの金谷さんの性格がこのイラストというかねでスタイルにめちゃくちゃ出てると思うんで、うん、はい、で僕めっちゃ好きです。なんかこうタッチというか絵も感じるみたいな、うん、でちょっと、まあ、ブームでもあると思うんです。だから本当に岡山に
金谷さんみたいなあのイラストレーターがいるっていうのを改めて知らせてもらいましたし、一緒にあのロゴを作れて本当に嬉しいです。と、はい、いうことで以上、ゲストに金安亮さんをお招きしました。岡山アートフィルムディレクテッドバイ山椒でした。ありがとうございました。ありがとうございました。魂がこう通ってない感じそれもその人じゃないですかいやなんかそんな感じはなんか